片手トリプレットの最後の3連打がむっちゃ弱くなります。最後まである程度強く叩けるにはどうしたらいいでしょうか。なんかこういうやつですかね、こう。なんかこういう、こう、上がりすぎると、最後がこう、ほとんど上がってる時しか叩いてないみたいな。っていう感じになるので、この上がってから叩くとなると、弱くなるんですよね、ハイハットのアップダウンとかもそうなんですけど、叩いて、で、こっちがアップしてから叩くと弱くなったりするんですよ。こう弱くなるし、結構なんか大げさな動作になるというか、こう。なので、基本的には叩いてから上がるみたいな、こう。だから、トリプレットで、ワン、ツー、スリー、一、二、三でこう叩いてる時も、基本、ここにぐらいに手があって上がっていくっていう。まあ、最後の一打までしっかりと叩けるのかなと思いますよね。これが先に手が上がるってなると、こう、最後が音鳴らなくなるというか。なので、全部叩き切ってから、上がるみたいにすると、まあ、動きも結構ね、細かくいけるようになるし、だから、上がるのもちょっと最後まで我慢してもらうみたいな、そんな感じでやってもらうといいんじゃないかなと思いますかね。はい。